はい、産婦士資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。社会福祉士資格合格講座の今日は32となります。福祉サービスの組織と運営の単元から、今日は労務、財務、情報管理についてやっていきたいと思います。一問一答で、26問作っております。今日も重要ですよ。よく、見て聞いて覚えてくださいね。それでは行きましょう。福祉サービスの組織と運営編、労務、財務、情報管理です。1番、職場で実務をさせることで行う従業員の職業訓練のこと。企業内で行われるトレーニング手法、企業内育成法を何というでしょうか。はい、それは OJT ですね。オン・ザ・ジョブ・トレーニングと言います。基本ですね。はい。2番、職場から離れ、セミナーや研修などを行うこと、職務を離れて行う社員研修のことを何と言うでしょうか。はい、それはオフ JT と言います。オフザジョブトレーニングと言います。これも必須です。3番、個人が必要とする知識や技能を自ら進んで学ぶこと、職場内外での自己啓発活動を支援することを何と言うでしょうか。はい、それは SDS。セルフデベロップメントシステムと言います。これも覚えてくださいね。4番、先輩社員が新入社員などに対しマンツーマンで実務の指導や、職場生活上の相談を行う制度のことを何と言うでしょうか。それをエルダー制度と言います。まあ、エルダーっていうのは先輩社員のことです。はい、5番、一定の生き方や関心に対して献身的に努力した人が期待した結果が得られなかった結果、感じる徒労感、または欲求不満、虚脱感を何と言うでしょうか。はい、それを燃え尽き症候群、バーンアウトと言います。はい、有名な言葉ですね。覚えてくださいね。6番、燃え尽き症候群などの対策です。対話を通してその人自身の中にある気持ちや潜在的な能力に気づかせ、目標を達成するための支援を行うことを何と言うでしょうか。はい、コーチングと言います。7番、燃え尽き症候群などの対策です。対人援助職が指導者から教育を受ける過程、指導者が援助者と規則的に面接を行い、継続的な訓練を通じて専門的スキルを向上させることを目的としていることを何と言うでしょうか。それをスーパービジョンと言います。これも必須です。8番、人事管理の適切な遂行を目的として、職員一人一人の人事情報を収集整理し、一定の基準に基づいて評価することを何と言うでしょうか。それを人事効果と言います。はい、9番、賃金制度についてです。保有している能力やスキルに応じて職員の給与に格差を設ける給与を何と言うでしょう。それを職能給と言います。能力やスキルに応じてっていうところは職能給ですね。では、業務内容や種類に応じて職員の給与に格差を設ける給与を何と言うでしょう。はい、それを職務給と言います。業務内容や種類に応じてつけるのが職務給です。この2つの違い覚えておいてください。10番、人材育成を目的として多くの業務を経験させるために一人の人間を計画的に移動させることを何と言うでしょうか。はい、ジョブローテーションと言います。11番、企業などにおいて設備や建物を維持するために必要となるコストのことです。事業運営に伴う経常的な運転資金のことを何と言うでしょう。はい、それをランニングコストですね。まあ、毎月毎月必ずかかってくるコストのことをランニングコストです。覚えておいてくださいね。12番、新しく事業を始めたり、新しく機械や設備などを導入したり、新しく建築物を建築したりするときなどに、稼働するまでの間に必要となる費用のことを何と言うでしょう。はい、それをイニシャルコストと言います。まあ、新しい建物をね、建てたりするとき、事業を始めたりするときの最初にかかるコストですね。はい、13番、金融機関を介さずに資金提供者から直接に資金を調達する金融方式を何と言うでしょうか。はい、それを直接金融と言います。では、金融機関から資金を調達する金融方式を何と言うでしょう。はい、間接金融と言います。
14番、期末における財政状態を明らかにする計算書類を何というでしょう。はい、貸借対照表と言います。では、一定の期間における収益と費用の状態を明らかにする計算書類を何というでしょうか。はい、それを損益計算書、まあ、もしくは、事業活動計算書と言います。この二つ覚えておいてくださいね。はい、15番、固定資産、括弧土地と建物仮勘定を除くの取得原価をその耐用年数にわたって費用化する手続きを何というでしょうか。はい、原価償却ですね。有名ですね。はい。はい、16番です。個人情報保護法の中で、要配慮個人情報とは何があるでしょうか。6個答えましょう。はい、1番、本人の人種。2番、心情。3番、社会的身分。4番、病歴。5番、犯罪の経歴。6番、犯罪被害の事実。この6つがですね、要配慮個人情報と言われております。ちょっと頭の中に入れておいてください。はい、17番、個人情報保護法の中で、紙媒体、電子媒体を問わず、特定の個人情報を検索できるように体系的に構成したものに含まれる個人情報を何というでしょうか。はい、それを個人データと言います。18番、個人情報保護法の中で、個人データのうち開示、訂正、消去などの権限を有し、かつ6ヶ月を超えて保有するものは何というでしょうか。保有個人データと言います。19番、個人情報データベース等をその事業活動に利用しているものを何と言うでしょう。国の機関や、地方公共団体、独立行政法人等を除くです。何と言うでしょう。はい、それを個人情報取扱事業者と言います。まあ、よく聞く言葉ですね。はい、20番、当人、本人は個人情報取扱事業者に対し請求できることは何でしょうか。3つ答えましょう。はい、1つが、保有個人データの開示。2つ目が、内容の訂正追加または削除。3番、利用停止または消去。この3つがですね、まあ、当人というか利用する側ですね、が、そういう事業者に対して請求できることです。ちょっとこう頭に入れておいてください。21番、公益追放をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等、並びに公益通報に関し、事業者及び行政機関が取るべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図ることを目的としている法律は何でしょうか。はい、それを公益通報者保護法と言います。覚えておいてください。22番、労働者が不正の目的でなく、労務提供先等について、通報対象事実が生じ、または生じようとする旨を通報先に通報することを何というでしょう。はい、それを公益通報と言います。23番、事業者は公益通報をしたことを理由として、公益通報者に対して何をしてはいけないでしょうか。はい、それは降格、減給、その他不利益な取り扱いをしてはならないです。はい、24番、マイナンバー制度について、日本に住民票を有するすべての人、過去外国人も含むが持つ12桁の番号を何というでしょうか。はい、個人番号ですね。はい、25番、個人番号の利用範囲は法律に規定された事務に限定されている何でしょうか。はい、それは法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。この辺要チェックです。26番、マイナンバー制度で株式会社などの法人等に指定される13桁の番号を何というでしょう。それを法人番号と言います。では、それは個人番号と異なり、誰でも自由に見れるが、どこで公表されているでしょうか。はい、それは国税庁法人番号公表サイトで、公表されています。これもチェックです。はい、今回はですね、福祉サービスの組織と運営の単元の中での、労務、財務、情報管理に特化して問題を作っております。かなり重要なね、ワードであったり覚えておくべき語句をもうコンパクトに一問一答形式で26問にまとめております。
何度もですね、動画見て聞いて頭にしっかり入れておいてください。結構ね、知っておくとね、役に立つものもかなり含まれておりますので、試験対策プラスアルファでね、これぐらい覚えておいてもいいかもしれません。はい、またですね、社会福祉士の講義動画どんどん出していきますので、今後ともよろしくお願いします。以上です。